カーティン大学は、オーストラリアの西オーストラリア州パース市に位置する、秀才大規模の総合大学で、2010年に、カーティン工科大学から名称が変更された。カーティン大学はオーストラリアで、初の工科大学として創立された。1966年大学創設当時は、西オーストラリア工科大学と呼ばれており、大学拡充を図るため、ユニバーシティという語を付け加え、 第14代オーストラリア首相であるジョン・カーティンの名を引用し、現在はカーティン大学となっている。カーティン大学はオーストラリアンテクノロジーネットワークに属し、ジョン・カーティンイギリスのザ・タイムズ氏が発行した2004年度版世界大学ランキングでは、週最高位となる76位に位置づけられた。カーティン大学は1987年創立以来、 順調に発展を遂げ、現在では学生総数約4万人を要する西オーストラリア州最大規模の大学となっている。また、100カ国以上の国々から約1万7千人もの留学生を受け入れており、国際性に富んだ大学としても知られている。2006年2月にはマレーシアのアブドラ・バダウィ首相が、そして2006年4月に、 中国の温家法国務院総理が訪問するなど、アジア諸国の要人との関わり合いも深い。カーティン大学には、ビジネス、工学、自然科学、人文科学、健康科学、農学など様々な分野にわたって、学士、修士、博士の家庭で850ものコースが用意されている。とりわけ、ビジネス分野を担うカーティンビジネススクールは、 西オーストラリア州で最大であるだけでなく、オーストラリア全土でも最大級の規模を誇っており、大学院レベルのビジネス教育と研究において、国内外で高い評価を得ている。 http://www.geocities.jp:/worldthrite:/worldrnkings.pdf a ウィキダタコアド座標データがありません。ありがとうございます。